はいどうも、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。イラスト違いエルドリッチ3枚集めた男リュウです。さあ本日なんですが、僕多分動画にするの初めてなんじゃないかな。エルドリッチ使っていきます。はい、何でかっていうと、コンキスタドールが3枚帰ってきてからです。さすがに永続トラップもだいぶ規制されて、今だったら使っていいんじゃねえかなと思って、持ってきました。今だったら使っても許されるかなっていう。はい。で、エルドリッチが結構完全僕初心者なんですよ。マジで。組み方マジでわかんなくて、なんか、逆に教えてほしいぐらいなんですけど、エルドリッチってこれでいいのかな？エルドリッチのギミック自体が、魔法トラップカードと相性が良くて、手札からこのカードと魔法トラップカード墓地を送ると相手のカードを、墓地に送るっていう、なんかエルドリッチビームと呼ばれてるね、エルドビームが打てるというところで、でさらに墓地に存在している場合は魔法トラップゾーンのカードを、自分のフィールド上の魔法トラップカードを墓地に送ると特殊召喚ができるよみたいな、センターでアップしてみたいな効果がありまして、まあこれで魔法トラップカードとは相性がいいので、魔法トラップカードをいっぱい入れなければならないというところで、まあ、手札ヤガツとかはね、ちょっと、まあ、エルドリッチ自体とはあんまり相性が良くないので、まあ、結構魔法トラップで今回固めてるんですけども、激肝永続トラップ40仕事、群雄割拠、スキルドレイン、午前試合、センサーマメツ、これ全部1枚になってますね、今ね。はい。まだ引いたもん勝ちということで、これ全部入れて、で、あと、キモい永続トラップ、何かなってなって、まあもちろんいっぱいあるんだけど、まあ今回ちょっとサモンリミッターにしてます。まあちょっと高校ではちょっとあんま使えないかもしれないけど、まあ先行で開けたら、まあ勝ちまであるから、まあここを、まあガン積みなのと、あと、あれですね、高校まくり、やっぱ手札ヤガツがないと、高校でまくれないという話がありまして、高校まくり用に、魔法トラップといえばということで、まあ超融合と、まあ拮抗勝負ですね。はい。まあ、拮抗勝負は特に結構楽園とかにはぶち込めるしね。割と効くんで、この辺は強いのと、まあ、超融合も、まあ、一応効く対面は、まあ、効かない対面もあるんだけど、効く対面はあるので、まあ、この辺で、まあ、ガルーラとか、ドラゴンとか、イグニスターとか、あと、ドラゴエッグってやつとかね。この辺の、ドラゴスペリアとか、まあ、プロスケーンとか、この辺が出せればいいかなと思って入れてます。で、まあ、神戦神通はなんか雑にカードパワーが高いから、あと、キッコ勝負とか無効できるし、このデッキも、まあ言うてキッコ勝負打つけど、キッコ勝負きつらいんですよね。永続トラップいっぱいが。これ辺、除外されるとやばいので、まあ、神戦は3枚。と、あと、まあ、後手からでも一応強い、神通ですね。これチェーンできないからね、基本的にカウンタートップなんで、スペルスピード速いから。なので、この辺がガン積みって感じかな。まあ、コンキストドールがね、3枚あるから、なんか雑に強いんだよね。エルドレッジが存在している場合、これ発動すると、相手のカードを表側だったら選んで破壊するっていうのがめっちゃ強い効果あるから、なんかクソ雑に打って、相手のカードを除去できるかとか3枚も詰めると。で、しかもこのエルドレッジの魔法トラップカードっていうのは基本的にその墓地から除外するとね、なんかちゃうやつ、エルドレクシル魔法トラップとか黄金鏡魔法トラップとかなんかセットできるから、まあ、めちゃくちゃ強いんですよ。だからこの辺のカードをね、ゴリゴリにセットして、まあ、リソースを継続的に、まあ、供給していくという動きがめちゃくちゃ強いので、まあ、ちょっとエルドレッジのね、なんかね、組み方があんま俺分かってないんだけど、まあ、使っている感じはまあまあ強かったっす。はい、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。さあ、エルドリッチ初心者によるエルドリッチ分回し講座やっていきます。正直さ、エルドリッチ、ずーっと触ってなくて、くだらねえな、このデッキと思いながら。全然触ってなかったんだけど、やっとコンキスタドールが3枚返ってきて、このタイミングで初めて触るっていうね。これわけわかんないこと起きてるわ。で、一応ですね、まあ、群雄割拠と神通があるんで、これでガム黙らしていこうかなっていう感じですね。はい。まあ、永続パカ、まあ、永続が本体と言われてます。まあ、ルーンみたいなもんだ。永続が本体と言われてますから、このデッキは。で、一応、なんだっけ、ワッケーロがいるので、墓地除外が入りますね。1枚だけ。で、ディアベルスラ効果。まあ、ディアベルスラの効果に、こう、神通あってもよかったんだけど、まあ、群雄割拠で分からせればいいかなと思ったんで、群雄割拠しました。はい。こうすると、もう相手魔法使いしか出せなくなっちゃってるんですけども、現在のスネークアイは、炎属性レベル1のモンスターを特殊化するカードで、まあ、炎属性レベル1の魔法使い族なんていない、まあ、基本的に入ってないから、相手のデッキに。はい。まあ大丈夫かなっていう気がしますね。で、ワッケル効果、特殊召喚して相手の墓地のカードを除外する。エルドリッチがいると相手のカードの墓除外できるっていう効果がありますね。で、1枚ドローする財宝狩りを、除外しておきました。で、カード1枚ドローして最強のカードを引く。これで使ってるときは面白いな。これ使ってるときは面白かったわ。
これ使われた時マジで本当に思んないけど、これ使われると本当思んないけど、マジ自分が使ってる時はめちゃくちゃ面白かった。これ相手何もできないの群雄割拠という領域展開によって相手何もできてないから、これはめちゃくちゃ楽しかったですね。でこれでリンクしてなんかその何展開していくと、結局ハッカーナとかビンセットとかめっちゃ重いんですよね、エルドレッジって。だから、まあ、エルドレッジを盤面に一生置いといたらいいかなと思って、まあ、スキドラあるしということで、スキドラだけ置いてエンドしたんじゃないかな、これ。いやそう重いだよ、とにかくハッカーナ、まあ多分ハッカーナくらいあったんじゃないかなと思ったんだよね、あれ伏せカードに。ハッカーナまたはまあ B セット、まあ、B セットは入ってるか分からんけど、さすがに1枚ぐらいはかないそうだなと思ってました、この時は。で、バトルフェイズ入る、まあ、一応、ワッケイロが、まあ、ぶん殴られるのはまあ全然問題なくて、まあ、ワッケイロはエンドフェイズの効果が一応ありますのでね、エルドリクシルをセットいきますんで、で一応、ワッケイロ効果起動する、特召喚、あ、間違った、エルドリクシルをセットする、でこれで、あ、超融合起きたんだね、なるほど。これどうすんのかな、まあ、一応、これ自爆特攻しに行くのかな、特攻死んだ、あ、違う、コンキスタルから破壊しようとするのか。一応エルドレクシの効果でウララ打たせたい。はい、オッケー。で、ウララ打ってもらって、で、ウララはまあ別にもうスルーでいいかなと思ったんだけど、コンキスタドールだけは打って、ディアベルスターを消しておきたいなというところで、コンキスタドールを打ちました。で、コンキスタ出てくると、相手のカードを1枚ね、破壊できると。これが3枚使えるようになりましたね。神ゲー。これ3枚使っていいんですって、奥さん。やりましたね。で、エルドレクシでぶん殴っていく。で、あ、そっか、これディアベルスター戻ってくるの忘れてたんだ俺、そういえば。そうだそうだそうだ、これなんかエルドリッチで、まあ、でもこれでもエルドリッチでぶん殴ればいいかなみたいなこと思ってたんだよな。でここも神通打てんだけど、まあ、これスキドレから打ってもうこれ開いといたらもう領域展開できてるからいけるだろうと思ったんだよですよね。はい、でもなんかもう墓穴も食らいに行こうって思ってぶん殴りに行きました。確か多分、はかなだろうと思ってました、これは。あ、無限包容のパターンもありましたよ。で、エルドルッチの効果は、魔法トラップカードをコストにして、特殊召喚ができるって効果なんですけど、これ一応、コンキスタを送って、特殊召喚したいな、はかな。まあ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 、ここまでは読んでいましたって感じですよね。ここまでは読んでいましたみたいな感じ。はい。で、まあ、まだリソース墓地にあるんでね、なんとかなるかなといったところで、コンキスタと赤木かがあるので、まあこれしかもスキドレと群雄割拠あるんで、まあこのターンに7000削ることはあると思う、相手ほぼ不可能であると、思いました。私のは、はい。でそここの辺は全部スルーして700のダメージを受けます。はい、いいでしょうはいはい、全然いいです。なんかプレイングかなり怪しいと思いますけど、すいませんね。エルドリッチ初心者なんで許してください。で、エルドリクシル、赤木強めのエルドリクシルをゲームから除外し、黄金鏡セット。まあ、これはもう一生コンキスドールをセットしとけと、おばあちゃんが言っていましたんで、コンキスドールをセットしていきます。で、さらにコンキスドールの効果も起動して、赤木セットですね。まあ、基本的にもなんか、エルドリクシルは赤木を一生セットしろと言われたので、はい、おばあちゃんから。おばあちゃんエルドリッチ使いなんですけど、うちのおばあちゃんが。で、赤毛の血止めのエルドレクシルを、ぶっ込んで、まあ、ここにウララ打たせる。はい。まあ、増時か。まあ、いいだろう。まあ、問題はない。まあ、ウララはね、ここはさすがに神通しようかなと思ってましたね。で、エルドリッチ特殊召喚。はい。で、ぶん殴っていく。はい。で、スキドレエルドビートが始まる。まあ、ポプルさんもどうでもいい。ポプルスどうでもいい。で、メインツ入る。これはさすがに、あれか、あの超融合セットしねえんだ。あ、そっか、まあ、あのエンドフェイズのセットがあるから、まあ、そっちを優先したんだな、多分な。超融合しなくても勝てるだろうって判断だったもんね。超融合しなくても勝てるだろうという判断。で、エルドリクシルの効果起動して、まあ、一生コンキスタ、あ、これあれだ。確かね、あのね、アンヘル出してと思ってね、あのアンヘル出しに行ってると思う。で、コンキスタドール特殊召喚。で、カード破壊します。まあ、ポプルス破壊するけど、あんま関係ないですね、これは。関係ない。ポプルスが、結局、蘇ってくるから。はい。で、自分のターンで、今度は、ワッケーロ打って、あ、エルドルッチ来たか。これ、アンヒル出しに行くんじゃねえかな。俺の今の俺だったら、アンヒル出しに行きそうな気するけどね。あ、エルドルッチで行くんだ。なるほど。あ、そっか、キッコ勝負でエルドルッチビーム打つんだ。エルドルッチビーム打って、で、超融合使わねえってなって、エルドルッチ蘇生するんだ。そうだそうだそうだ。思い出したわ。
で、これでエルドリッチ帰ってきて3500で特殊感。あ、これで殴ったかじゃあ。そうだそうだ。はい。で、2535500。バトルフェイズ。最強。おー、使ってる方は面白いけどね。これ使われたら思わないだろうな、このデッキ。突然ですが、皆さんはタバコって吸ってますか？僕は子供ができてからというもの、子供の健康にも悪いし、部屋が臭くなるしと思ってやめてたんですが、最近紙商品を見つけてしまいました。それがこちら、携帯型シーシャです。シーシャとは水タバコのことでございまして、最近 SNS でもね話題になっていて興味のある人も多いんじゃないでしょうか。今回持ち運べる携帯型シーシャカーレスネクスト、こちらご提供いただきましたので、実際に1週間ほど使ってみました。中身はこんな感じで持ち運べるサイズ感になっていまして、本体もねスタイリッシュでめちゃくちゃかっこいいです。実際に使ってみての使用感なんですが、まずですね、ニコチンタールゼロなんでタバコよりも健康に害がない。そして紙タバコのような嫌な匂いが全然つかない。部屋とかに変な匂いつかないんで、もう吸ってても全然大丈夫です。で、いつでも吸い始めてやめたい時にやめられます。アイコスとかって吸ってると気づいたら終わってたみたいなことないですか？一本吸う時間がない時とか、遊戯をしていて相手の展開がクソ長い時とかにね、便利でございます。吸っているのを自動で感知してくれますので、勝手について勝手に消えてくれる紙仕様となっております。味はね、フレーバーが8種類もあってめちゃくちゃいろんな種類あるんですよ。僕はですね、お気に入りはですね、ピーチ&ヨーグルトみたいなやつがあるんですけども、これね、めちゃくちゃ甘いフレーバーで、なんかシンプルに美味しかったです。はい。タバコよりもすっきりしていて、おそらくシーシャ初心者の方にも馴染みやすいような気がしますね。ガムとか食べてるような感覚に近いです。何回くらい吸えるかというと、カートリッジ2個で、など、6000回という吸引回数が可能となっていまして、4000円ぐらいなんで値段が、まあ、1回吸うのに1円もかかんない感じですかね。紙タバコより安くない？コスパはかなりいいと思います。紙タバコ吸ってる人にはタバコカプセルっていうのを装着すると、紙タバコと同じような吸い応えを感じることができますので、そちらをおすすめとなっていますね。今回視聴者の皆さんに限定で 20% オフクーポンを発行してもらいましたので、詳しくは概要欄をチェックしてください。気になったらぜひ買ってみてね。めちゃくちゃいいぜ。さあ、これ激闘なんでね、ちょっと見てほしいんですけども、これね相当激闘だよ。これ結構多分対戦結構長いと思うんで覚悟してみてください。エッチコの転化エチチチチチチチ、はい、ディスペアの同系アレベルを召喚して、楽園系のマジックトラップカード楽園融合ですね。はい。でうらら入ってないんで楽園融合はダラ通りとセフダ誘発、まあ、入れてもいいと思うんですけど、まあ永続トラップパカれた方が強いのかなっていうのと、まあ一応ね超融合とか拮抗勝負っていう高駒クリカードを入れてるんで、まあホタップの方がいいんですよね。エルドリッチの効果を起動したいんで、まあ、エルドリッチビーム打ったりとか、あと何マホトラップカードコストにして墓地から蘇ってくるみたいな効果あるからね、実質なんで、あれです、マホトラップカードの方が基本的にはいいんですよ。デッキ内に入ってるカードが、だからまあデク大発よりかは、優先するべきカードは魔法トラップカードの妨害、まあ、無限法要とかはまあいつでも使えるからだと思うけど、まあ、無限法要がね強いかと言われると、まあ、怪しいので、まあ、ミラジェイドからのルベリオンと。でこのデッキね、獣つらいと思うんですよね。基本的に楽園の獣、この楽園の獣で一生その1枚カードを破壊され続けると結構厳しい気がしてて、なんでこれ楽園の獣をどうにかするしかないんですよね、どっかのタイミングで。まあ超融合引いてるのはまあ偉いんですけど、ここでエンタメで5個の魔術師が入ってきて、まあ5個はねこっちも入ってるからまあ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 入れて魔法トラップカードセットするカードいっぱいあるからね、まあそれは別に大丈夫なんだけど。でねこれね確かね拮抗勝負をね拾いに行くんだよな、金マナ金券のところで金券発動して、まあ、6枚除外しますと。でまあね除外するコストはなんか使わないカードだったら何でもいいんだけど、まあ多分超融合で使わないモンスターとグースタクは残した気がするけどな、うん、なんかそうだよね、そんな感じで除外してた気がする。はい。でここでまあ自由打たれますと。はい。まあ自由はまあいいでしょう。なんでかっていうとほとんど特殊化しないからですね、このデッキはで拮抗勝負めくれました、拮抗勝負めくれました、もう拮抗勝負2枚めくれました、もう拮抗勝負しかないですね。楽園に対してはまあ結構強いので、まあ、魔法トラップ無効するカードが、まあ、基本的にあんまりないんで、まあ輝ける王の楽園ぐらいしかないんで、メインギミックだけだと。でバトルフェーズに速攻入って終了して拮抗勝負ぶち込む。
すると、まあ、どれか、よし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 と。獣はこれ除外できたのに、でかくないこれ。めちゃくちゃ。魔法トラップもうこれ破壊する手段ないからね。あの、バレルロード、フィリアスドラゴンぐらいしか。そしたら、ここからはですね、私、どうしたんでしたっけ、一応、エルドリッチビーム撃つんかな、まあ、ミラジェイドの、何、ぶっぱ効果みたいなやつは、まあ、正直ね、効かないんですよ。実質エルドリッチ。まあ、モンスターいなくなったところで戻ってくるし、なんなら破壊出したりし、みたいな感じで。まあ、エルドランドを発動して、効果起動、エルドリッチモンスターか黄金鏡を、持ってくることができる。で、これ多分ね、黄金鏡ってエンドフェイズにセットする効果あるから、まあ、コンキスドル持ってきてエルドリッチピーム打ったんじゃないかな。今のだと打ちそう。黄金鏡エルドリッチ、あ、打ってるよね。で、エルドリッチビーム、ブラーッつってやって、これミラージェイドを処理。最強。で、ミラージェイドのぶっぱ効果入るけど、これあんま意味ない。ほぼ関係ない、ね。ほんで、エルドランドを墓地送って、エルドリッチ特殊召喚まで行きそうだけどな。で、ビーステッドが、多分、飛んでき、あ、こうなったんだっけ、はい。で、モンスター特殊召喚、ちなみに、あのデッキビーステッドめっちゃ入ってるじゃないですか。デッキの中に、だからめちゃくちゃきついですね。はい。で、エルドランドの効果起動して、コンキスタ送ってあるんで、これバッケール送っておいて、で、そうするとバッケールとコンキスタの効果が起動して、いっぱいなんかカードが、セットできるんでね。で、超融合をセット。とした気がするけどな、一応、五行の魔術師をペンデラム制御にセッティングして超融合セットエンドなんじゃない、多分。超融合はね、相手のターンで妨害になってめちゃくちゃ強いんで、まあ楽に相手は。で、ワッケーロ効果、いや綺麗に返してるんじゃないこれ。まあ拮抗勝負が強いだけみたいな話だけどまあ一応ね、これで、黄金、なんか、赤きかな、多分。あ、一応白きか、一応白木で、散らしてんのかな、赤木赤木にすんのかな、ちょっと今のこれ覚えてないけど、白木定めのエレドレクションで一応エレドレクション処理した時のためにもう一回出せるようにしてある感じかな。はい。でミラジェットの全部効果は、エレドレッチは破壊耐性あるんで手札が出てくると、なんでまあ効かないですよと。で3500突破するの結構大変ですよと相手で。1枚カードセットしないと、まあ、ここの魔術師があるんでね相手も結構きついかなといったところで、融合破壊の効果、アルバスとか一応出せますけどね。で、アルバス召喚して、まあ、ミラジェイド、まあ、ミラジェイドじゃない、アルビオンか。アルビオンまで来るかなといったところですね。で、ミラジェイドは多分1枚採用の人が多いと思うので、まあ、2体目出てくることもありますけどね。2体入ってるから。人によっては。で、バスタードが出てくると。バスタード3900強いね。はい。で、断罪効果、楽園融合が回収ね。はい。で、楽融合をもう一回打っていくと。裏側がないからね、ここ向こうに行けばいいんだよね。これが痛い。まあ、ただ、五行の、影響で、相手のカードを一応判定してるから、割と手札がなくてきついんじゃないか、相手も。ほんで、ルベリオンとアルビオンで、アルビオン。で、アルビオン効果、融合、する効果。で、これね、確かね、フュリアス出てくんだよね。そう、フュリアスマジやばいんだよね。毎ターン毎ターン、こっちの方が破壊してくるから。で、こいつだけはマジで許すわけいかないから、から超融合発動して、これ遅延できないから、処理ますよと。で、まあ、フュリアスと、バスタード、墓地の送ることによって、まあ、打点が勝ってるドラゴンスタペリアが出てくる。かっこいい、超融合の、演出。で、ドラゴンスタペリアで、まあ、相手の動きを牽制。で、一応、バスタードとルベリオン、あ、アルビオンか。アルビオンが効果、有効になってますね。で、こいつはもう鬱陶しいから無効にする。はい。ほんで、で、バスタード効果起動される。これどうしたらいいか、白木打った気がするけどな。ビーステッドありそうだなって思いながらなんか打った気がする。で、クエム特殊召喚で、ミラジェイドを蘇生するよの脅しね、これ。ほんで、アルビオンの効果で、いやー、強いな、楽園、マジで。マジで楽園強いわ。いや、こんだけさ、しょってさ、拮抗勝負あるっていうかね、俺、こっち。拮抗勝負あるって、超英語ってのにさ、まだリソースあるのやばいでしょ、これ。終わってるだろ。ほんで、赤き血染めのエルドリクシル除外して、効果起動する黄金鏡セットで、これ、とは。これ、相手の赤、あれですね、赤の楽園をケアしたいからだ。
次第敵やしたとかでマグナム持ってるよね。マグナム持ってんだよ。いやマジでさ、これきついのよ。マグナムートきついのよ、マジで。マジきついのよ、マジきちだよこれ。はい。でドロイドブルームも出てくると、やばいだろマジ。マジやばいよな。ほんで赤き効果起動します。一応エルドリッチ出したいんですけど、なんかありますかの構えね。ほんで一応ね耐えれた。はい。なんかこうするとトアが有効になるんで、赤の楽園が無効化できるんですよ。なんかここ相手使わなかったからね、これなんか使ってたら終わってたかなって感じがするね、うん、ゲームが。で、コンキスタドールよりもワッケロの方が強いなっていう判断で多分ワッケロしたと思う。あ、相手の墓地除外者は強いからね。ほんで、まあ、バトルフェーズ入って、まあ、殴りますよと。で赤の楽園打ってくると思うんだよな、うん、で 赤の楽園打ってきて回収しますよの効果で、これを無効にしないとガーディアンキマイラって言われて、なんかすごいこと起きるから、これはね無効にしないとあかんと思って多分無効にしたと思う。うん、永遠に輝けし黄金鏡を発動してると思うよ。うん、キマイラ終わりだからねこれ。この盤面、まああれか、でもスタペリアが一応いるけど、スタペリア一応いるけどもとは言ったところだな。いるけど3300だしみたいな。でカードを1枚セットしてエンドかな。うん、スタペリアで無効にできるから、まあ一応赤通してみたいなのもあったけど、まあ結局出てくるんだよな、ガーディアンキマイラうざいね。まあどこで打ってもみたいなとこあるか。でドロイドブルームでさらにエルドリッチが除外されて、俺のエルドリッチ一生除外されて、もう2体除外されてるからね。もうあと1体しかないから、あと1体しかいない、エルドリッチ地獄。マジで地獄。ほんで相手開幕落としてきて、もう断罪ないんでしょうね、相手断罪ないから、もう回収はできなそう。ただ破壊耐性はあると。でドルイドで自爆特攻してきて、でドルイドで多分まあこれ処理されるんだよね、ドラスタペリアを。でまあこれはまあしょうがないからスルーしてるしかないよな。でね、これどうなったんだっけな、コンワッケイロはまあ多分打たないから、はい。でドリドブルム効果スタペリアを処理で2500もらいますと。でこれ痛いなと思ってね、これねワッケイロ打ったんだよね確か。これさすがに痛いなと思って、2500は神通とか打てなくなるし、なんか食らうとトップで引いたなんで、ここはライフ守ろうと思って打ちました。で赤き効果使って黄金鏡のコンキスタドールをセットで、ドルイド攻撃で、ルベニオン攻撃で、ここでね、楽園の剣打たれるんだよね。剣がトークン2体出すみたいな効果で、2500の。これ、通ったら死ぬと思って、神聖打ったんだけど、これ冷静に考えたら、あれがあったから、あの、5個があったから、これ通してもよかったわ。なんなら。まあ、5個があったから通して、何攻撃できんから。セットがないと。はい。なんで、まあ、よかったんですけど、これ、1枚セットして、まあ、なんとか耐えてますね、これ。ギリギリの勝負してんな、マジで。ちなみに俺、あとデッキの中のエルドリッチ1体しかいないから、ね、あとデッキの中のエルドリッチ1体しかいない。で、これで、相手が、カード、魔法トラップカードセットされたらかなりやばい。正直。かなりやばい。で、ワッケーロ効果使って、で、赤木セットするしかないね。うん。これ、うららって言われたら、まあ、相手の手札うららでさ、魔法トラップだと負けてたんだよね、これ確か。うららって言われてさ、赤木にさ、で、相手魔法トラップセットしてさ、攻撃してきてさ、で、あのコンキスタ特殊召喚して1体取られて1体攻撃されるから負けなんだよこれ。いやマジで危なかったこれ本当に。でこれね、あの剣で回収できるのはモンスターしかないから大丈夫今は。これね、五光が仕事してんだよこれ。このよし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 と思ってましたね。で赤木って言うけど、これね確かうらら撃たれなかった、危ない。この最後の泣けなしの、あまりにも泣けなしの、エルドリッチ、これでラスト1体です。エルドリッチね。で、コンキスタドール打って相手のカードを破壊しに行く。うん、そうだね。破壊しに行く。さあ、なんとかできるんでしょうか、リュウ選手。さあ、リュウ選手、困っております。神通引いたのでかいな。これを打つためにライフ残しておいたんでね。で、神通セットして、マジ激闘でしょ、これ。めちゃくちゃ激闘じゃない。で多分ねこれこのまんまエンドした気がするけどな。
何も起きないもんね。まあ、一応リンクして、なんかエルドリッチ蘇生してみたいな動きができるんだけど、まあ、結局ビーステッドいたら終わりだから、もう3体除外されるからね、そしたら。僕のエルドリッチくん。なんで、まあ、これエンドフェーズになって、で、コンキスタドールを、まあ、相手破壊するんだったら別にそれはそれでいいかなと思って、まあ、攻撃できないかもしれないけどね、相手。魔法トラップカード引かないと。で、これで、いや、魔法トラップ引いてない、相手全部モンスターってなって、これコンキスタドールを特殊召喚。OK。で、相手のカード破壊する。これだいぶね、でかいぞ。で、合金。まあ、合金は、まあ、打っちゃうと、あの、アンヘルが出なくなっちゃうんで、まあ、アンヘル出したかったから、先アンヘル出して、合金は次のターンに打とうと思ってました。で、光属性2体使うと、他のモンスターの効果は、発動効果受けない、アンヘルが爆弾する。で、これで、縦か横か迷ったけど、まあ、25縦だってなって、バトルフェイズ。2535で、もうちょいだ、もうちょっとらいけるぞ、ベンツ。で、タシロと。で、コンキスタ効果使うと、白木がセットできます。でね、ここのね、ここからなんだよね。ここからなんだよ。こっからの地獄。ちょ、見てくれる？こっからの地獄。相手ね、バトルフェーズ入ってきて、で、バトルフェーズ終了。これ。マジ、大パン。大パンなんだよな。神戦ないと無効化できないんで、拮抗は。マジで終わってる、これ。マジで終わってた。ほんまに。でもね、アンヘルの完全耐性じゃないけど、光アンヘルがいるから、発動したモンスターの効果受けないんですよ。これ、アンヘルが。もうマジでお祈り。もうこれアンヘルお祈り。頼む、アンヘル頑張れと。頼む、突破されるなと。でね、楽園ってね、完全体アンヘルの突破方法ってね、多分ね、あれなんだよね、ミラジェイドの自爆特攻とかしかないと思うんだよね。あの効果受けないからアルバスとかで吸えないし、基本的に。だからミラジェイド あの適用される効果で墓地、行った時になんか破壊される効果あるじゃないですか。あれしかないと思うんですよね、多分。35打点出ないから、相手バスタードか。あと、まあ、ただ戦闘破壊されないっていう完全体アンヘルと、まあ、今回は戦闘破壊されるアンヘルなんですけど、戦闘破壊されないアンヒラだと多分、ね、そのぐらいしか書いてないんじゃないかなと思ってて、で、まあ、楽園融合で相手多分迷ってんだ、これ。あれ、拮抗勝負打ったはいいけど、アンヘルこれどうやって突破するんだってなってて。でも光アンヘルだいぶ強いね。他になんか楽園ってアンヘル処理する手段何があるんだろう、ちょっと分かんないんで教えてください。あー、獣がある、楽園の獣。ただ楽園の獣は初手で俺が拮抗勝負で除外してるから、裏側で。だから再利用できないんだよ。だからこれね、初手の拮抗勝負も結構効いてて、いや、めちゃくちゃいい勝負じゃない、これ。激闘でしょ。で、アルビオン出てきて。で、アルビオン出てきてもいいけど、アルビオンはあんま関係ないかなっていう。エンドフェイズよ、これ。来たわと思って。で、これね、スプリガンズヒットぶん殴ったら勝ちなんだよね。ライフ的に。相手も結構これ焦ってただろうな、これ。アンヘルどうすんだってなったと思う。来たわ。来た。はい。で、まあ、一応合金発動して6枚除外するけど、まあ、確か裏打たれて、まあまあもういいわ、まあ、そこの裏はどうでもいいわと思って、いいだろう、殺す、バトルフェイズ食らえ、おらー、うわー、神試合マジで。さあ、お相手のロマン砲を、叩き潰すゴミカス実況者のデュエルを、ご覧いただきましょう。とりあえずですね、ジャンクシンクロンと、コンバーター、およびシンクロンキャリアから展開してくるタイプのシンクロンキャリア入ってるの珍しいですね。まあ、ジャンクなんてね、あの組み方いくらでもあるんで、まあ、何やってもいいんですけど、結構シンクロンキャリア採用してる方は意外と珍しいかなといったところですね。でジャンクスピーダー、ちょっとね、コンバーターがね若干やっぱ弱いから、勇者ギミック入んないから、何コンバーターがのジャンクロンギミックって、勇者ギミックって結局後手爆にも使えてすげえ強いんですけど、その代わり召喚したモンスターの効果使えなくなっちゃうっていうデメリットがあってね、まあそれが使えなくなっちゃうっていうのは、まあジャンクコンバーターの悪いところではあるな、うん。ただまあ展開通るんだったらまあ一番強いんだけど、最強だから。ジャンクコンバーターの墓地効果もねめっちゃ強いからね、シンクロサイトしたら自分の墓地も収納させっていうね効果あるんですけども、でライブラリアの効果でワンドロー入れて、さらすとチャージウォリアーでさらにワンドロー入れていくと、ドロー系のねジャンドって感じですね。ライブラリアンがね、結構、ロイヤル出た方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、今回ね。
ログインキャンペーンボーナスパック、ロイヤル加工出るやつね。あれでね、ライブラリアンがロイヤル出た人もいるんじゃないでしょうか。ライブラリアンって結構、盤面に残りやすいモンスターだから、割とね、あれは羨ましいなと思ってますね、個人的には。で、ミニパワーツールドラゴンの効果で、自分がレベル1のチューナーとなって出てきて、で、特殊召喚、ライフストリーム。いいね、勇気と力がレボリューション。勇気と力をドッキングしてからの勇気と力をレボリューション、あまりにもエモい。エモい。エモいな、王者のこと、今ここに列をなしていくと。で、赤き竜が出てくる。で、さらにワンドローと、赤き竜の効果によって、魔法トラップカードサーチはされてるのか。ブラックペイザドラゴン。赤き竜の効果で変身ね。で、ハイパーラビアの効果でさらにワンドロー。で、サルトシンクロの効果、特殊召喚する。で、さらにトレイルが出てくる。で、トレイル、イルミネートか。イルミネートの効果でレベルを下げる。で、レベル3のトレイルにレベル4のサラトシンクロをチューニングして、エンシェントフェアルドラゴン。さらにワンドロー。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。で、リビングフォッシュル。で、自分の墓地の、モンスターを特殊召喚。で、これでレベルレボリューションシンクロンをもう一回特殊召喚していく。で、さらに、ホイールシンクロンの効果でレベルを操作する。4つまで下げれるっていうね、結構すごい効果あるんだけど。で、ここからのブラックローズ。ブラックローズの効果で、全部っぱかまされる。もうしたいことわかるよね、これ。だいたいね、ブラックローズでね、盤面掃除するときはね、シンクロオーバートップした人だから。シンクロオーバートップした人だから。さあ、来た！シンクロオーバートップ。自分の文字のシグナリーを4体、特殊召喚し。かっけそして、すべてのシグナリーに、レベル8のライフストリームドラゴンをチューニング。シンクロ召喚リミットオーバーアクセルシンクロあらあれよシューティングクエスタードラゴンロイヤル加工かっけーかっけーロイヤルシューティングクエスタマジかっこいいなロイヤルシューティングクエスタマジかっこいいわはいというわけで、バカみてえになんかクソ最強ロマン展開されたんでちょっとイラついてた時ですねこれリュウ実況チャンネルリュウキ実況チャンネルどうするんでしょうかまず一旦キックオーショーブ打つあんま関係ないよな拮抗勝負打ったところでなんか大してなんかシューティングクエストの妨害が測れるだけであんま関係ないかなと思ったのでこれなんか普通にあー超融合セットしてるわ超融合今打てないんだけどね今闇属性ドラゴンと光属性ドラゴンだからさあ何も考えずに攻撃宣言してくれ4000だってやるからね相手しかも4回攻撃できるからシューティングクエストでまあ、一応シューティングクエスターの効果をなんとかして使わせるしかねえなって神の通告あったらね簡単だったんだけどで枠経路が出てきて、何も反応がなかったので超融合打ちましたこれ相手予想外だろうなこれあまりにも予想外じゃない光属性ドラゴン族と光属性アンデッド族で融合4回攻撃できるシューティングクエスター君私の最強超融合によって処理されてしまう気泡これ相手絶望室だと思うよ無効にした方が良かったんじゃないでしょうかみたいなねそんなしないよみたいな話あるよなウサギ強え相手多分これライブラリアンのドローで誘発めちゃくちゃ引いてくるみたいなあの構築に手段だと思うわ多分ねほんで、うららの効果使って、このエルドランドの効果も無効にされていくと、ありえん無効にされて、ガチやばいこと起きる。で、エルドリクシルをセット。ただね、相手の、この、何、展開もサモンリミッターっていうゴミカスカードで、一応ね、展開止めれることができたら。さあ、1枚、打って、ライティングデュエル、アクセレーションあんま関係ない。で、スタートシンクロンと、が判定召喚されてるからこれもうこれ以上展開できないとで3200は受けてで殴ってきたからエルドルクシル発動するでエルドルチが爆弾このロマンデッキをこのゴミガスデッキで勝利するのめっちゃ楽しかったわクソ実況者これが外役実況者この最高にさかっこいいさ4種のさシグナリューをさ、まあ、今意味わかんないの聞いたら4種のシグナリオでシンクロ召喚したシューティングクエスター超融合でしょってからエルドルッチでビートするのもちょっとゴミじゃないこれ世界一ゴミ実況者と思うんだよね
で赤きの効果によってコンキスタで、コンキスタで一応もうこれで何でしたっけ、アサルトを処理すればもう相手はもうできないだろみたいな話ある。でバトルフェイス入る、うわぶっ殺していくぜシンクロンキャリアを。でこれどっちでしょったんだろう、まあ、2号か、はい。でミンツ入るで五行はまああんま関係ないからね、今相手がセットカードある状態だとあんま関係ないんで、後ろねセットカードにあの触る手段あんまないんだよね、エルドイッチって、はい。ということで、相手はもうこれやることないからバトルするしかないんだけど、でコンキスタ打ちますと、はい。でコンキスタ無効にできますかできません、でコンキスタ特殊を感じて相手のカードが終わりゴミゴミ死ねばいいのに。これさシグナーリオにチューニングしたシューティングエーサーにやって石打ちないよなこれとりあえず遊戯王失格、お前遊戯王やめろ